皆様、今日のデモの更新、そして三河台の公演での集会、ちょっと私前の仕事があって駆けつけることができませんでしたが、六本木の交差点からずっと皆様と共に活動に参加させていただきました吉田浩一郎でございます。本日寒いところお疲れ様でございました。そして今水島社長がですねおっしゃったように、本当に今本番でございます。皆様ご存知の通り、中国はとうとう人民日報という、政府のほぼ機関紙です。政府がまだ言えないけれども絶対言いたい本音をこう報ずるこの人民日報で、尖閣諸島が中国の核心的利益だと、このように言い始めました。ご存知の通り、ウイグルやチベットやあるいは最近の南シナ海など、中国が自信を持つと必ず自分のものだと旗を立てようとするところに、革新的利益とこういうところを使う。初めて人民日報が尖閣諸島についてこの言葉を使い出した。我々は本当に本気で中国のこの侵略行為に対して毅然とした態度を取れる国の体制を作らなければいけなくなります。松浦佳子さんから一言をいただきたいと思います。松浦さんは先日、尖閣諸島に初めて女性議員として尖閣諸島に行っていただきました。松浦さんです。皆様お疲れ様でございます。12時の渋谷のハチ公前でお目にかかった方もいらっしゃいますけれど、私は12時の、ハチ公前でお話をさせていただいた後、その後は人権侵害救済法案反対という地方議員の会の方に参りまして、ずっと歩いて参りました。かなり長い距離で、ただおっしゃってたのが、今日は5つ会合があるそうです、ですからその会合を1つにまとめたらいいのにねって声がありました。それも報告したいと思っております。本当にこのチベットのことはチベットの国のことでございますが、私たち日本人も今吉田議員がおっしゃったように本当に危ない状態でございます。ですから自分の息子や子供たちが虐殺されるとか、それから自分の親が虐殺されるとか、そんなことは本当にあってはならないことですので、絶対にこれは許してはならないことです。祖国のことですけれど、自分のこととして皆さん歩いてくださったと思います。本当にありがとうございました。お疲れ様でございます。誰かちょっと後じゃあ、まあ、いいです。それぞれ先頭の A 組に加わって、これから中国大使館に向かって、進みます。今、郊外小学校の前です。プラカードすみません、プラカード置いてください。これは従来、それはもちろん大丈夫。日の丸は大丈夫ですか、ね、じゃあ、まず1、2、3、4、5、はい、一緒に行ったら、チベット殺すな、旗、はい、じゃあとりあえず、まず先頭の方に行きます。はい、行きますよ。それではよろしくお願いします。これ使うならこう置いておいて、行く使ってこうね、そしたらあの、はい、じゃあ行きましょう。まず我々先頭で、はい、行きましょう。行く、はい、吉田さん行くよ。吉田さん行く、はいはい、はい、これから出発します。なんか警察官がずいぶん増えちゃったね、なんかね。いやー、こんなところでは警察官ぐらいだったら、日本国内にいる中国の工作員取り締まる部門に警察官の数増やした方がいいような気がするんですけど、こういうの一歩一歩でね、一歩一歩なんだ、千里の道も一歩一歩ですね。そうですね、そういう名のもとにね、しかし、まあこの交渉ごとでエネルギーをこんなに使うとは思わない。もっと他のことはエネルギー使うのかなと思って。心の準備をしとかなきゃ。はい、あの通行反対側来てください。はい、じゃあ右側通行で、はい、どっちでもいいので。まあほとんどこうもう狭い道ですからね。選挙の時いつも私この辺歩きながら凱旋やんですよ。そうね、選挙の時いいですね。大使館前でやろうが何やろうが全部自由ですからね。私は尖閣列島は日本固有の領土であるということを強く訴えさせていただきます。地元港区からと言いながら、ね、やっちゃうんですよね。あの1週間は本当にいいですよ。
現在郊外小学校の脇を上がりまして、中国大使館の方に向けて今坂を登っております。西麻布3丁目の一帯です。この先の道を左に曲がりますとちょうど中国大使館の前に出るところです。中国大使館前に抗議の集会広場を作らないといけないんですね。ああ、なるほどね。それはいい方法、それはいい方法です。はい、通行人通ります。ご苦労様。そう、とんでもない。はい、お疲れ様です。中国大使館の建物の一部が見えてきました。お疲れ様です。はい、大使館前に出ます。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。大丈夫ですよ。まもなく中国大使館前に到着します。はい。佐藤だから早く渡ってくださいよ。はい、じゃあこちらで、はい、ごめん。横一線の後ろ、はい。はい。はい。はい、じゃあ誰か温度と、じゃあ温度取って、はい、じゃあ社長、前つけてください、後ろつけてください。はい。まあ一声一声です。あ、ここで読む。まあなんか、スプレーコールを。はい。中国大使館のシナ人の諸君に告げる。我々は日本の草の根国民運動組織頑張れ日本全国行動委員会である。敷地に入るなって、後ろカメラ上がらない。カメラをなぜ回してはいけないの。当然だ、小田村、カメラを回して回す当然だ、これ正面なんだから。はいはい、これ日本の領土です。我々はまず旗が出てシナの共産党チベット人を虐殺するのをやめなさい。それでは、このことを要求するために本日この中国大使館の前にやってきた。これから多くの日本人、日本国民がこの中国大使館のチベット人虐殺に対して抗議の声を上げていく。そういう中で本日中国大使館に対して頑張れ日本全国行動委員会は抗議状を提出する。抗議状、チベット人虐殺と暴力的政治弾圧についての抗議状、中華人民共和国駐日特命全権大使鄭英華殿、私たちは帰国の武装警察が四川省やいわゆるチベット自治区でこれまでも行い現在も行っている野蛮極まりないチベット人に対する虐殺、暴力的政治弾圧、宗教弾圧を直ちにやめるよう強く要求するとともに、このような蛮行に対して強く抗議するものである。チベットは元来チベット人の国であり、そうだ、チベット人のものであったにもかかわらず、国政府と中国共産党はチベット解放と称し、チベットを侵略し120万人とも言われるチベット人を大虐殺、チベットを暴力的に併存した。以来水資源や地下資源を奪うばかりか、チベット人に対して歴史や文化、宗教まで圧殺し続け、歴史上なかったような過酷な植民地支配と
速浄化を続けている。改めて私たちは帰国政府に要求する、ファンドン三原則にのっとり民族自決を文字通り実現するため、帰国が侵略し奪い取ったチベットの地からすべてのシナ人は直ちに立ち去ること、奪ったすべてをチベット人に返還すること、チベット人に対する相応の賠償を行うこと、そして直ちにチベット人によるチベット人のためのチベット人の自由選挙と民族自決イコール独立を問う国民投票を国際監視団の下で実行すること、以上のことを国際正義と人類的見地、人道的見地から強く要求するものである。また被告が同様な方法で侵略奪取したウイグル人居住地区、南モンゴル人居住地区等に対する虐殺や暴力的政治弾圧、民族浄化行為も直ちにやめるべきであり、これも併せて強く抗議し同様の要求を行うものである。今中国大使館前での抗議活動へ麻布税務署方向に脱走するところであります。5人1組という、不本意ながら警察の指導に従いながらの抗議活動であります。我々法治国家の国民としてこういったことに関しての協力に対しては、それを否定するものではありませんが、しかしいつまで我々も我慢をしなければいけないのか。国民の不満がこのままたまるようであればいつかまたフラストレーションがたまってしまう、こういうことがないように日本の政治家にもきちんと日本の国民を守り、そして少数民族弾圧をやめるようにですね、北京政府に対して訴えていただきたい、それを思います。港区麻布から地元の山本ヘルミがお伝えいたしました。